パルです。チェロです。パルチェロです。はい、ジョイピタやっていきましょう。行きましょうかね。今回はね、ちょっとコメントで以前いただいたんですよ、うん、はい。なんかどんなメンバーで周回してますかっていう質問をね、うんうん、お、そういえば紹介しなかったなと思って、うんうん、まあ、ネタをありがとうございますということで、今回僕がね、うん、いつも周回してるメンバーをご紹介したいなと思います。まあ、ちょっとコメント欄とかでもね、僕、うん、なんか自分はこういうことでしてるよとかいうのをこう共有し合ってさ、うん、みんなでより快適な効率の良い周回ライフをね、うんうん、送る手助けになればいいなと思ってます。そうですね、はい。で、だいたい周回の特性がさ決まってんだよね、うん、あの9枚目まではね、この何ちゅうのラッシュタイムに突入しろみたいな。そうそうそう、ここはねもう何でもいいんですよ、うん、9枚目までもうレベル上げたいキャラとかでいった方がいいかな、せっかくやって、うんうん、で10枚目10、11、12も決まってるんですよ大体、うん、10枚目が大体この累計でサポートパネルを、100枚消そうと、うん、で11枚目が今度逆になるんよね。リーダーで累計のパネルを100枚超えようと、うんうん、この2つはもう二定反するものなんですよ、リーダーかサポーターかと、うん、でまずサポートパネル、これは僕はもう決まってます、うん、このメンバーでいきます。おお、ペシというか久しぶりですね。うん、もうずっと俺これで、攻撃力を出したくないから、うん、シールは一切貼らない。ああ、そうですね、終わっちゃうからね、うんうん、で、まあ、ワンチャンそのサポーターとか、うん、リーダーのパネルボックスが出てくれたらラッキーだなと思ってこのシールだけ貼ってるという感じですね、うんうん、じゃあ早速見ていただきましょうか。いきましょうかね。はい、じゃあいきましょう。はい、ここはね、まあそんなに解説するほどでもないんですけど、うん、もう単純にあのペッシというかこのスキルを使ってボックスを、うんうん、行きましょうっていう感じだけど、まあ、なるべくね意識するのは ここのパネルで、まあ、ユカコサポートの、まあ、ボックスが作れたらいいかなぐらいでやってるけど、うんうん、まあ、なるべくねユカコ優先で消している、うんうん、でここではね何もしません。何もしない、まあ、今揃っちゃったんだけど、うんうん、ここでねダメージ与えすぎると100枚いく前に終わっちゃうから。そうね、うん、ここではもう何もしない。おで、ここで溜まりましたね。溜まったらまずユカコ作って、うん、じゃあボックスができます、うんうん、ユカコのいいところは2個ボックスができるのね。そうそうそう、うん、で、ペッシもまた1つボックスを作ってくる、うん、今ラッキーでシールのね、うん、効果でまたボックスができるんだけど、うんうん、できましたね。で、ここも何もしない。なるほどね、うん、いやしてもいいんだよ別に、うん、ハートに余裕があれば、うんうん、1個のハートで1個クリアするってなると、うんうん、まあ、こうした方が効率はいいかなって、うんうん、ちょっと待ち長くてもイライラするんだけど、でまたユカコして、うんうん、でまあボックスがまた2個できます。できますね、はい、結構有能なんですよね、まあ、今俺端っこで使っちゃったけど、うんうん、端っこで使わない方がよりいい。そうね、1枚分減っちゃうから、うんうん、でここでも何もしない、ね、あ、倒しちゃったね。まあ、でもこれパン開くからね、うんうん、で終わりという感じですね。これはちょっといい情報でしたね。あ、本当？ためになる、うんうん、あ、よかったよかった、まあ、ここはねもうレベル関係ないからね、まあ、スキルレベルぐらいかな、うん、まあ、これでね何だかクリアということですね。はい、どうだったですかね。まあ意外とね、うん、消せたかなと思うんですけど、まあ大体ああいう感じでねやってますと。で次がこの逆なんですよ、うん、このさっきはサポートやったけど今度リーダーだよね、うんうん、で今度はこのチームを逆転させるだけです。おお、で同じようにするメンバー一緒ですね、うん、っていう感じですね。で続いてが、うん、最後累計で、あ、ごめんなさい、そうですね、累計で応援キャラパネルを200枚消そうと、うんうん、今度はね応援なんですよ。
リーダーでもサポートでもない応援キャラを、はいはいはい、まあ、200枚消そうと。これも定番ですね、うん、でこのメンバーはもう僕決まってるんですよ。おこれです、ボイス4太郎とシトロハイム、うんうん、でこれはねもう可能な限り早く終わらせたいからシールを貼りまくります、うん、まあまあまだ残ってんだけど、うんうん、まあ、シールを貼りまくってちょっとでもね、うん、早めに短時間で終わらせようと。まあ、あのシュトロハイムは結構確定で、もう一人は誰でもいい、うんうん、まあ、俺はねより早く終わらせるためにボイス4太郎使ってますけど、うんうん、じゃあこれもね早速見ていただきましょうか。いきましょうか。はい、ここね一応ねあのコイン使います。うん、ちょっとねあのコインがいっぱいもらえるんですよね、パネルいっぱい消すから。まあ余裕があればねコインのあのアイテムも使いつつお金も貯めてるって感じかな。一石二鳥ですね。まあ、ここはねもう本当にいかに早くスタンドアップタイムに行くかっていうとこだけかな、うん、で、あとはまあシュトロハイムをなるべく消してパネル、うんうん、スキルを貯めやすくするぐらいかな、うんうん、まあ、ここもねひたすらシュトロハイムのスキルを貯める使うためだけに、うんうん、溜まったらすぐね、うん、溜まったらすぐ使って、じゃあ今度4太郎が溜まるんだ。4太郎で消すと、多分この3時間でね行くんですよ、あラッシュタイム。こっからね、うん、あのシュトロハイムの、ま、スキルのおかげでパネルが1個分ないから、うん、あ消しやすい、そうそう結構サクサク消えるんですよね、うんうん、ここもね僕はもう左右に見ながら、うんうん、ね、ただねもう消えすぎてね、意図せず消えるからちょっとなかなか難しいんだけど、そうね、うん、ここで消してしまえば、うんうん、まあ、終わるっちゅうかな。おー、なるほどね、ちゅう感じですね、プレミアムマイク、うんうん、すごいすごい。でコインもね、結構もらえるんですよ。まあ、パーティー開いてるっていうのもあるけどね。あ、そっか、うん、はい、ちゅう感じですね。はい、はい、ということでね、11枚目、あの、うん、10枚目、11枚目、12枚目か、うん、の、まあ、大体あの定番の周回に対する、うんうん、まあ、キャラということでご紹介しました。ポロさんはどう？決まってる？周回するキャラみたいな。決まって、ああでもこのペッシーユカコ、うん、私も使ってたんですけど、うん、ああそうなん、やっぱ早く倒しすぎちゃって、あ2回回ることが多かったんですよ。うんうん、あだからスタンドアップタイムに何もしないっていうのがちょっと衝撃でしたね。うん、ああ、なるほど、うん。なかなかいい解説をしますね。お、感想的なとこ。ええ。うん、まあまあこれでさ、ポロさん結構ハード不足になりがちやん。そうなんですよ。これでさ、毎回2個減ってたってことはそれが半分になるってね。そう。なんか俺に言うことない。え？ありがとうとかないや。あ、あざます。はい、ということでね、まあ、ちょっとでも参考になればいいですし、うん、まあ、もっとね、より効率のいいキャラとか皆さんご存知だったらね、ちょっとコメントとかいただいてみんなで共有したいなと思うので、うん、あ、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。